こんにちは、ナフタロウです。タカラトミーさんからボトルマンプロトタイプいただきました。うお、タカラトミーグループキャップ革命ボトルマンご当選おめでとうございます。背景弊社より弊社商品に格別の引き立てを賜り誠にありがとうございます。この度はキャップ革命ボトルマンプロトタイプ発売前ゲットキャンペーンにご応募いただきありがとうございました。多数の応募者の中からお客様当選されましたので商品をお送りいたします。遊んでいる動画ボトルマンチャレンジでツイッターに投稿をお願いいたします。投稿で、かしこまりました、でも YouTube に上げるなとは書いていないので YouTube に上げちゃうかもしれません。ごめんなさい、ありがとうございました。このパーツ、よいしょ、このパーツに入った。次は後頭部のパーツを、よいしょ、押し込む。これこうか。さらにこのバトルマンのキャップをはめる。おお、かっこいい。ボトルマンプロトタイプのシールを、あれ、なんかおかしいな。よいしょ、おお、できた。プラカップを打ってみますか。おお、思ったより威力ありそうですね。1個目、2個目、おお、次のが想定された。すごっ、おお、すげえ。タカラトミーとナーフの共演再び。ボトルマンプロトタイプでした。結構楽しかったですね、はい。なんかあの机の上とかちょっとね、1メートル2メートル先のものを、狙うと結構当たりますんでね、楽しかったですね。なんかあのね、軽いものとかちょっとしたものですか、まあプラコップとかあの的にしてたんですけれども、はい、もう卓上で結構いろんなものを的にして遊べて結構子供とか喜ぶんじゃないのかなと思いましたね、はい。これで結構値段も安い感じですんで、あといろんな種類も発売されるということなのでね、はい、まあ私は買いませんけれども、はい、すごく楽しいおもちゃだなと思いました。それではあのまた会いましょう。さよなら。